暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。先日コラボが訴訟カンパを募集したので、今日はそれについて見ていこうと思うよ。まあカンパは自由じゃないですか。うん、僕らもカンパしてもらって戦ってるわけだからね。でも事実を陳列すると見えてくるものもあるんだよ。また事実陳列ハラスメントですか。これだから探偵は。まずは要点だけコラボ公式から拾っていくね。はい、これ読んで。できる限り法的措置を取りたいからカンパを募集するそうです。1月28日のツイートですね。領収書のない経費、高額なレストラン代などいろいろ指摘されていたはずですが、不正がなかったことが明らかになりました、だそうです。1月18日のバスカフェでは複数人の男性が押しかけ、入り口付近で大声で怒鳴る。この秋と神原先生がやってた話ですかね。私たちには無関係ですけど、バスカフェのすぐそばに政党の上りを立てながら YouTube 配信をして、 NHK 党ですかね。私たちには無関係ですけど、まさに女性に対する憎悪犯罪、ヘイトクライムであり、断じて許すことができません。よくわかりませんね。まあ話の流れからして、私たちには無関係そうです。まあそういう理由で訴訟費用をくださいって話みたいです。じゃあこれに関することをまとめていこうね。まず11月20日に弁護団結成が告げられ、11月29日に提訴記者会見が行われた。前回の動画で振り返ったやつですね。そして12月2日にはいいねとリツイートを提訴すると、はっきり言ってるね。法的措置みたいな曖昧な言葉ではなく、追加提訴って言ってますね。いいねとリツイートでは開示請求すら難しいと思うから、この時は僕は訴訟支援は言わなかった。そして1月4日、住民監査請求監査結果が出たら、不当や再検査とかいろいろ言われたけど、不正とは言われてないから勝ち。不正とか言ったやつ訴えるソーラーみたいなこと言い出したから、僕は訴訟支援を予告しました。先着1名を全額ポケットマネーで支援するってやつですね。でこちらが1月28日の産経新聞。コラボ不正会計問題ってはっきり言ってますね。産経新聞は訴えないのかな。多分もうコラボについて不正会計とかって言っても、それで訴えられたりしないと思います。同日コラボはカンパを募集しました。結局誰かコラボに訴えられた人いたんですかね。知らない。一般人男性を訴えた時に一緒に神戸新聞社の子会社を訴えたとか言ってたけど、検索しても出てこないし、それ以外は知らないね。ところでこうやって時系列をまとめるとわかるけど、遅くとも11月20日には弁護団を組んでたわけだよね。そうみたいですね。で12月2日の時点でいいねやリツイートまで提訴するって宣言してるし、1月4日には追加で不正会計とかって言った人まで訴えると予告していたわけだ。はい、そうですね。この時点でそれをやろうとしたらどれくらいお金かかるか分かってたはずだよね。なんで1月の末になって今さらカンパを募集するわけ。議員会館にあれだけの人数を集めて提訴記者会見を大々的に行って、大手メディアや NHK まで使って攻撃しようとしてたのに、計画性とかないの。女の子がゆっくり計画を立てて必要になった時カンパ募集することを否定するんですか。セクシャルハラスメントですよ。必要って言うけど、ツイートで10日間で2ヶ月分の支援が集まったって言ってるし、繰り越し賞味財産額が 3.5 億円。1億円が指定財産だとしても2.5億あるよね。なんで改めてカンパが必要なのかは不思議じゃない。女の子に自分の財布出させるつもりなんですか。セクシャルハラスメントですよ。でツイートからは消されてるんだけど、公式ホームページに残ってた文章によれば、カンパは裁判に関する費用に使うらしくてさ、何の裁判なのかは書いてないよね。ツイッターでの名誉毀損訴訟とか書いてあるわけでもないから、何の裁判で使うかわからないよね。でもコラボの裁判って今わかってるのは一般人男性訴訟くらいですし、その費用は当然予定してたはずですよね。ツイッターの名誉毀損とかを訴えるくらいしかないと思いますよ。相手はずっと反復横跳びしてる古参ストーカーとかでしょうか。うん、そうかもしれないけど、僕は気になっててね。だってどう考えても今の状況って何かグループの想定外でしょ。何かグループの総力を上げて攻撃しようとしてたんだから、当然一般人男性なんて速攻で降参してくるって思ってて、それから先は考えてなかったと思う。
だとすると本気で裁判になるって思ってなくて予定が狂ったからお金が足りなくなってカンパとか。女の子に予定を立てさせるんですか？セクシャルハラスメントですよ。まあカンパを募集することは僕もやってることだし、咎める筋合いはないからいいんだけどね。ただ不思議だなって思っただけさ。訴えるって散々言ってたのに、まだ新規には一人も訴えてなくて、会計に不正だとか領収書が変とか不当とか存在しないとか言われても、不正じゃないもんって言ってる団体が、使用用途も報告もはっきりせずにカンパを募集した時、それでもいいからコラボにカンパしたいと思う人がカンパするのは自由だね。女の子に徹底的に事実陳列ですか？セクシャルハラスメントですよ。世知辛い世の中だよ。ちなみにセブンナイツの筆頭騎士であるカンバラ弁護士は次のような意見をお持ちのようですから、読み上げますね。一般論として弁護士費用をカンパで賄うというのがいいのか悪いのか俺にはわからない。カンパのカルチャーは救援センター系だろうか。俺は自由放送団の事務所で育てられ、先輩の影響なのか未だ抵抗感がある。実際カンパで弁護をする弁護士は誰に責任を負うのか、依頼人とカンパ者のどちらか。カンパで弁護をする弁護士は、例えば依頼人とカンパした人の意見が相反したらどうするのだろう。当初冤罪事件だとしてカンパを集めたところ、途中で依頼人ご自白に切り替えたら、そういうことも含めてカンパを集めているのだろうか。ただしカンパで弁護士費用を募っているような事件では、同じメディアで少なくとも訴状は公開するべきである。モンド事件について言えば、多額の費用をインターネットで集めている以上、インターネットで訴状を公開するのが筋である。繰り返すが、モンド裁判の原告はその訴状を修正を加えず、そのままネットで公開するべきである。ネットでカンパを募る以上それが筋だし、訴訟の意義を社会に問う側面もあろう。そして法律専門家であれば、どのような人たちがこの裁判を進めているのか、訴状の記載から知ることができるだろう。僕は訴状全部公開してるね。有料ではあるけど。コラボも今後訴状公開するんですかね。これも一般論だが、弁護士報酬をカンパで賄うのは慎重であるべきだ。判決の結果と無関係に弁護士が儲かる結果となり、モラルハザードが起きるからである。記憶する限り、俺がカンパから弁護士報酬をもらったのは刑事事件のみであり、一度しかない。今思うと、あれもやめればよかったと思っている。一度しかないし、その一件も後悔してるみたいだね。じゃあもうやりたくなさそうですね、カンパ事件。前にも書いたが、俺が弁護士費用をカンパで受け取ったのは一度だけだ。あれもやめておけばよかったと思っている。弁護士であれば、金は裁判の相手方から取る。刑事事件なら民事で稼いでそっちに回す。そういう覚悟があるべきだと思っている。決意は固そうだね。今回コラボはカンパ募集しましたけど、一等騎士辞任するんですかね。弁護士費用をカンパクラファンでも同じにむやみに頼る風潮は、とても問題だ。最大の問題は、弁護士業務による受益者と出演者が一致しない点だ。弁護士は依頼者の利益を守るのがその使命。ところが、カンパに頼ると弁護士は依頼者と共に出資者の顔色を見ざる得なくなり、弁護士倫理と矛盾する。何年にもわたって、何度も繰り返し言ってる。本当に、カンパはモットーに反するみたいだね。一つ一つ丁寧に、カンパに頼らずやるのがモットーっぽいですね。裁判当事者にカンパする人間は、単に裁判の当事者を守りたいからカンパするとは限らない。むしろ、ある裁判の結果で自分の支持する意見や考え方を世間に認めさせたいという人が多いだろう。裁判途中で依頼者の方針が変わり、和解するとか取り下げる場合、カンパした人間の意向に反する場合はないか。今回の場合、僕は和解は受け入れないので大丈夫だね。全面降伏しか受けません。じゃあこれは大丈夫ですね。裁判費用についてカンパに頼ると、特に原告の場合、裁判にかける弁護士のモチベーションも下がるリスクもある。原告の弁護士は裁判に勝って、そこから報酬をもらうのが楽しみで頑張るのだ。カンパからお金をもらうなら、裁判結果の重要性は相対的に低下するだろう。これは依頼人から見たリスクだ。モチベーション落ちるとか言ってるよ。大丈夫かな。セブンナイツはすでに入れ替わりが発生してますし、入れ替わった弁護士はモチベーションなくなったからかもしれませんね。あ、カンバラ弁護士のカンパについての意見は大体以上のようですね。はるか昔の話と違い、半年ちょい前まで一貫してるので、多分今も同じ思想でしょう。これが一番ひどい事実陳列ハラスメントしてない？カンバラ先生は女の子じゃないですよ。それではまた次回お会いしましょう。